それにて博士ちゃん、ピピピ。さあ本日は一体どこにやってきたのかと言いますと、はい、どこだ。本日はあるところに向かうために中山峠にまずやってまいりました。イエーイ。朝の8時半ぐらいです。あいにくの雨なんですけど、まあ、ちょっとポンチョ着ながらね、今日はちょっとあることに挑戦したいと思いますので、ね、お楽しみに。どこに行くんだ今日は佐藤明日香。車で2時間半やってまいりましたのは、ここ広大な大地、本日は札幌をちょっと飛び出して蘭越までやってまいりました。イエーイ。蘭越町やで。はい、佐藤明日香、こういう長靴履いて何に挑戦するかと言いますと、この札幌街の広大な大地蘭越にて田植えをしたいと思います。イエーイ。そしてですね、アピール米を作っていこうと思います。アピール米ってなんだ、なんだ、イエーイ。アピール米ってなんだよ。ということで今日は私食べに挑戦していく。イエーイ。はい、ということで蘭越町同じこと何回も言ってる中村農場さんへやってまいりました。そしてオレンジの服を着てるのはペロくんという方です。ペロくん、ペロさんということで、はい、中村ペロさんの元にやってまいりまして、こちらの機械の方でですね、なんと田植えをしていきます。初めて乗ったよ、結構揺れました。船酔いしますかって何度も聞かれましたが、私はあまり船も乗ったことないのでよくわからないまま大丈夫ですって言いました。すごい、はい、でもねすごい楽しかったですよ。はい、ここから何が行われるかと言いますと、ってこれどうぞどうぞって言われるんですよ。どういうこと、はい、って車の免許持ってますかって言われてですね、はい、はい、今アクセルまっすぐ、そして線に合わせてまっすぐ運転するんだよっていうの、はい、でこれで前行ったり、はい、そう、このレバーでね、アクセルじゃないんですよ、レバーを前に押すと前に進みますと、はい、4段階ぐらいあったかな、もう私すごいリアクションです、はい、ゴーカート気分で頑張ってですよ、はい、あ、すごい、まさか来た瞬間にすごい、こんなでっかい機械、田植えの機械を運転すると思わず失礼いたしました。はい、もうすごい、もうね馬力がいいんですよね。はい、って言いながらずっと乗ってきますからね、はい、はい、どん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 、あ、こちらね、はい、田植えしていきますよ。今は手で植えることなんてまずないだそうですよ。機械の方でこうやって丁寧に丁寧に植えていきます。すごいよね、これ佐藤明日香頑張って運転しております。もうね、ここマイク入ってるんだけど集中すぎてずっと無言でした動画なのにみたいな感じで、はい、姿勢がよろしいようで、はい、緊張してますね。はい、運転してます。これが田植えかと、まさかね想像してたよりも斜め上を行く田植えでした。はい、そこでねペロ君に運転を交代しまして、一体私は次何が行われるんだということで、はい、隣に乗っているお姉様と一緒に、次はですね私がこちらの機械に田植えをセッティングしていくということになります。はい、こうやって自動でねどんどんドド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 ドと植えられていきます。私リアクションがかなりおーへーすごいしか言わないので、あのこうやってね、はい、最後一周回ってね完璧に角までちゃんとしっかり苗を植えていくということです。よいよ、はい、こうやってなくなってきたら、こうやって田植えをこうやって入れるんだよ。ここに入れて、で進んだよ。引き抜くと田植えが、田植え苗がセッティングできるということでね、こうやって教えていただきました。頭を持って、頭持って、こっちを刺して、はい、苗の頭を持って、入れて。トレーを下に入れていき、セッティングしていきます。はい、こうやってね角隅から隅までしっかり植えさせていただきました。
楽しいね。私こういうのをまあ、やってる方、やられてる方はすごい大変かと思うんですが、私はすごく楽しませていただきました。苗もね、そんなに想像してたよりも重くなかったので、すごい植えやすかったです。こちらの米が収穫できるね。だいたい9月の10何日で、これ一玉で、これで一つでだいたい茶碗1杯。だから今植えた量がすごい量。すごい。茶碗1杯分ができるということですね。植えられている。はい、こちら手で直接植えるというのもやってまいりました。第一関節ぐらいを目安に土に埋める。そうです、足が抜けないんだよこれ。機械で植えないとすごく大変だなっていうのを実感しました。こちらスプリンクラーですね。はい。これあれなんです。実は土じゃないんです。パワーマットっていうスポンジみたいな土で。パワーマット。ちょっと軽いっていう。持っているのは深い。はい。これがどれぐらいかな。あ、私の3キロぐらいだそうです。本当は土だともっと重たいんです。そうですよね。絶対こう。はい、私の見てた感じ絶対重いだろうなと思って持ったら意外に、はい、軽かったんですごい。これは軽い方で、これ南越あうちの町で撒いてもらってるんですよ、はい、これをチョークから買ってハウスに並べてで育てて、まあここの地域はその米に力を入れてるとこで、だから腸がないを撒くっていう感じで、だから高品質なお米の産地ってなってる、これが普通の土のやつ。こうやって米は作られているんだなって。こちら土のトレイですね。重たい。何キロぐらいなんだろう。6キロぐらい、6キロ。土だと倍になるんですよ。さっきのものだったら3キロなんですけど、機械に入れるの大変ですよね、はい、この土でも機械にこう入れて食べするっていう、これは本当の土なんです。うわ、本当だ。はい、今日は、田植え体験しましたが、本当にありがとうございました。ペロ君ありがとうございました。秋になんとですね、アピール米発売することが決定しました。イエーイ。アピール米また収穫の時期に来たいと思います。買ってください。よろしくお願いしますお願いします。アピール米の野望だぜ。それいけあすかちゃんでした。バイバイ。またね。米作るの大変だよ。みんな米食べよう。じゃーん。グルテンフリー。今週のあすかちゃん。でファクトリーさんの米粉資本。ブブブブイエイイエイ YouTube イエイということで、本日見てこれ。ドゥドゥン。パイナップルですよ。こちら極みパイナップル。どこ産かというと台湾産です。こちらの台湾産のパイナップル、糖度 16.8 とか言ってましたね。なんで台湾のパイナップルなのって言いますと、実はこちらね、パイナップルって普通芯食べれないじゃないですか。こちらのパイナップルじゃねえパイナップル芯まで全部これ食べれるそうなんですよ。皮以外、あとここ以外ね。なので本日本当にそれが食べれるのかをちょっと食べていこうと思います。見ててね。トゥルトゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥル。いや、そんな脱がせないね。やだ、キャッ。脱がしちゃったぜ。はい、それでは切っていく。よし、まずここか。ほらほら、あー取れた。
ふふふとか言って、はい起きまーすはい、これどうしたらいいんだ、半分に切ればいいのか、半分いくぜ。あ、怖い。うわ、確かに芯がないからスムーズに切れる。ドヒャー、ちょっと下の方傷んでるかな。ドヒャ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 ー、すごい。これをさらに、これ寝室でやるの大変だよ。ここギリギリまで。あ、すっごい、あの日本だからフィリピンとかのパイナップルとちょっと違って、すっごい独特な、あのパイナップルとはまた違うシナモンみたいな匂いかな、なんかしますね。なんだこれ、あ、なんかなんだろう、あのなんだこれ、パイナップルの匂いじゃないかも。うーん、大丈夫かな、よいしょ。うーん、この半分はちょっと冷蔵庫に入れて、これ大丈夫、これなんかケチっちゃってさ、次パイナップルってなんかこういうところ残しちゃいがちだよね。実際なんかあのトゲトゲしてるけど食べるとこそんなにって思いますが、ここに切っちゃいましょう。うわー、うわ大変なことになってる。大丈夫かな、カメラずれてない、あれカメラずれてない、気のせいか、カメラがずれてる気がする。まあいいか、私がずれてたのか、まあいいや。うわぁ、うい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 、うわぁ、じゃじゃーん、切れたー。こんな感じ。匂いはね、普通のパイナップルよりもなんかココナッツ系の匂いがします。食べていく、いただきます。うん、これパイナップルだけど、パイナップルじゃない。なんだろう、本当にココナッツの味する。台湾だわ。うん。そして、芯すごい柔らかい。そして甘い。酸味が少ない。うん。なんか、これパイナップルというより、いや別の食べ物な気がする。シナモン。何もするし、不思議、美味しいで。こちらは私はドン・キホーテとかで買ったんですが、なんかちょっとスーパーとかではあまり見かけないので、なんかちょっと特殊なとこ行ってみるとあるかもしれないです。皆さんもよかったら食べてみてください。台湾パイナップル、うん、芯ほんとに柔らかい、美味しいで。バイバイ。手がすごいベタベタだよ。大変だ。